はい、どうも皆さんこんにちは。お待たせいたしました。本日はこちらのザ・ゴーストペインター実況プレイできたらなと思うんで、よろしくお願いします。どうもこんにちは。なんか結構作り込みがやばそうなゲームやったでさ、本当はなんか適当に雑談枠のついでにやろうかなと思ったけど、急遽、新しい枠で撮り直させていただきました。よろしくお願いします。遅すぎだよっておしっこしてた。まあちょっと人集まるまでゆっくりしようぜ。うんうん。何がやべだったの？あ、さっきの雑談をアーカイブで見てね。でも眠いよ。今日はですね、ゴールデンウィークとはいえ、5月4日午前2時5分をお知らせいたします。早くやってよーで。まあまあ待ちなさいよ。ほんほんほん。スレスパも 60% オフセールやってるんだよ。夜中に単発ゲー珍しいね。これが俺のプレイリストに入るかどうかは、ゲーム次第だね。俺の腕次第だ。おしっこも本当だよ。こういうの昼にやってほしかった。まあ楽しみにやろうぜ。すげえなんか良さそうやで。これは雑談のついでにやんのもったいねえと思って。だってオープニングムービーみたいなあったし。うんうん。雑談もプレイリスト入れてこうよ。でそれもたまに思うんやけどさ、雑談枠はな、難しいよな。時事ネタとかもやっぱ多いし、あとあんまり注目浴びすぎるとまずいなみたいなそういうのもあるからね。うんうん。いいじゃん。あ、嵐キッズはおねんねした？ちゃんとみんな起きてるかな？こんな時間の配信珍しいからね。おいちゃん、側見せてよって。もう1000人来てんじゃん。え？開始2分でもう1000人以上来てんじゃん。びっくりした。もう十分やん。早いね。眠たかった？ごめんな。まあ、楽しみに行こうぜ。これ、オープニングムービーがあるぜ。ロード中。オープニング聞こう。音量バランスどうよ。まずおしゃれじゃね。バーでかかってそうな。ああいいねんな。これアドちゃんじゃね、歌ってんの。アドちゃんや。かっけえ曲やんな。ザ・ゴースト・ペインターどんなゲームなんやろ。うんうん。かっこいい。え、なんかいいやん雰囲気マジで。ギター応援の。あらん、海外洋楽っぽいよな。あよやれや。まあまあ、このゲームの世界観に浸ろうやん。来るこれ。もう早始めてもや、アドちゃんって。やるか、ザ・ゴースト・ペインター。スタートです。ごめんな、途中で切っちゃって。ノーマル、まっさらな状態から始めます。プロ、絵の具を引き継いで始めます。まあ、初見プレイなんで、ノーマルでお願いします。このゲームには多少残酷な表現が含まれるし、フラッシュするから気をつけろ。プロデュースバイナンバーセブン。この絵は昔だ。この絵を私のギャラリーに置くことはできません。二次三次落ちました。いいえ、誤解しないでください。あなたには才能がある。俺もそう思うねん。傑作を書く方法を教えましょう。なんかこれ薬の勧誘か？なんだこのイケメンは。ヤニカスだ。ん？ナイフ！人を殺すことに慣れてそう。ザ・ゴースト・ペインター。は？
幽霊たる画家へ。君も知っての通り、私はもう行かなくてはならなりません。ならね、ならなりません。ちょっと日本語怪しいな、こいつ。私がとうとう描くことのできなかったあの最後の姿は、君が描いてください。君を殺した男が戯れに、あるいは悪意を持って私たちの絵の具を隠してしまいました。どうか無事に探し出してくださいますように。生ける画家より。なんか下に白い絵の具が落ちてんな。このゲームは自動でセーブされます。オートセーブ設定はいつでもコンフィングから変更可能。でよ。クリックしてけってタイプか。これ白い絵の具落ちてるやん。ジンクホワイト。あ、いいよね。この絵とかの絵の具とかにもさ、一個一個白ってホワイトだけじゃなくて、なんかいろんなホワイトとかさ、ウォームグレーとかグレーでもいろいろ種類があんのよ。そういうの好きなんよな。ジンクホワイト。青みがかった白色の絵の具。亀裂や剥離を起こし、下塗りには向かないが発色が美しい。え、色って200色あんの？ん？この毛布は？あ、みんなやばい。え？何これ？あれ、何？俺 VTuber 作るのこれ今から。カチューシャ、鼻、リボン、ベール、ブラック、ホワイト。ベールだけ凝ってる。リボンとかつけとこうか。俺だけの女作ろう。乳首は、あ、髪も選べんの。あ、どんな髪がいい？ロング、三つ編み、ボブ、シニョン、ブラウン。あ、これ色か。どんな VTuber 作ろう。ちょっと赤みがかった元気っぽいのがいいかな。髪型は4つか。へーへーへー。絵の具が足りません。内容を破棄して戻りますか。なんか絵の具が足りやんだらしい。これを作ってけって。服。え、裸がいい。これ何？童貞を殺す服？モダン。ドレスじゃん。へぇー。あ、このクラシカルもレッドとブルーがあるよってことか。ナイトウェアって何これ？手にナイフ。ちょっと。Thank you. Excuse me. 本。これでどうなんの？まあ、とりあえずさ、絵の具集めてこっか。ここを開くとそういう女の子が出てくるみたい。これは？あ？鍵。銀色の小さな鍵破壊したけど、石骨像の中に隠されていた。なんかイブであるやつや。これは？レディオ。何これ、海の音。ハワイやん、ここ。うん、いい音。心が癒されてく。眠くなる音楽や。あ、これは？BGM 選べるってこと？じゃあちょっとこれアドちゃんに応援されながらやるか。金属片。アトリエの木箱にあった金属片、何かの尻尾のようにも見える。これだけでは未完成のようだ。なんか集めればいいんかな。ちょっとあの集中してやりたいです。あの気になる人はおのおの自分で。ドアがある。鍵があるからこれドアで出るんじゃねえの。あ、パレット。ジンクホワイトだけ手に入れた。にしろハート。11種類あるんかな、絵の具が。こっちはガチャ。ん、インコたちがいるよ。ノート。1 2 3 4 5 6。これなんかの順番かな。奇妙な図形の書かれたノート。ノート自体は使い古されて見えるが、白いままのページが多い。
お、セプリス、イヤー、茶色の絵の具、語源はイカスミだが、この絵の具の顔料は土だ。土で絵が描けんの。これ鍵かかってる。これはな、ダイヤルがかかってんな。電話はなんだこれ。テル、赤、青、青、紫、黒。多分絵の具になんか名称が書いてあんのかな。いや、番号とかは書いてないな。謎解き系っぽいね。このインコはピヨー、黄色い花が欲しいピヨー。これはピヨピヨ、僕はリンゴが食べたい。これなんだ、なんか黒く塗られてる。あ、スマルト、落ち着いた青色の絵の具、花根性とも呼ばれる色だ。へえ、スマルトってよ。ノート、こうやってアイテムはここに来てんのか。ちゃんとクリックする場所で見極め&見逃しがありそうやな。いや、お、なんかいい雰囲気がいいもん。どんどん、あ、部屋2つしかね意外と狭い世界で生きてない。寝室と配信部屋を行き来する俺のように。ワンリーん、このさ、絵が完成したらってなんなんやろな。棚はって、棚開けれなかった。あれ、こっち来ちゃった。なんかヒントねえんか。ノートをもっと見るべき。奇妙な図形に書かれたノート、これ鳥かな。説明マジで少ない。そう、この鍵ってどこで使うんや。あ、今俺鍵装備してる。あ、クリムゾンレッド、深い赤色の絵の具、古くは開口中から取れる染料を指す言葉だった。あ、開きっぱなし、閉めれあんの。あ、よかった、気になんねんこういうの。赤、紫、水色、これは何だろう。にんにんにん、うん、情報がわからん。ノートの形に似てるよ。え、これが 1,2,3,4,5,6。 なるほど。とはゆえ何が順番なんやろ。これの暗号を解けば下の、いやもうこれ5桁だよ。これ5桁だな。色を見て、赤、あ、この番号じゃないよね。どういうこと、色を見るってなんだ。え、やべえ、わかんねえ。円を見ろ。え、あ、あ、あ、9 7 7 6 1。切られた。ノートを見て気づかない、なんかあるらしい。ここに1 2 3、あー、6、6、赤が6で紫が、赤が6、水色が4だから6 4 4。3 1 6 4 4 3 1ってことや。なるほどな、この謎解けましたよ。で3で1ってことか。あ、もしもし、え、だ、誰これ。あ、あ、ウーバーイーツ来た。え、何、あ、なんか届いてる。アマゾンや。ビリジアンが届いた。あ、ビリジアンってこれあれやんな、ポケモンのビリジオンの元ネタやんな。緑色の絵の具、青みがかった色をしている、語源はラテン語の緑ってよ。へえ。何これ、俺住所がバレたんじゃないよな、今電話したことによって大丈夫か。
ワンリン。ってことは、まあ絵の具が続々と集まってきたってことやんな。じゃあこの下は？あ、三、四。これでいつか開くようになるってことか。0413じゃねえだろうな。なんかこういうラジオからヒントねえんか。本とかはなんもねえしな。1969はこれ4桁の数字といえば。こういうのやったりすんのよ意外と。1969やったよね。違うか。じゃあなんだろうな。鳥は？ピオ、花、リンゴ。紫、黄色い花、紫のリンゴ。この壁はこれわかんねえ。なんか絵の具とかで消せやんかな。このホワイト使ってさ、消せないわ。壁も黄色い。ここの黄色いよな。じゃあこっちの絵でとりあえずこれいじってみるか。机の上は奥、水亀、ボタニカル、時計。時計12時35分、11時25分、これ何？これは最後っぽい。手紙、ヘビ、リンゴ、なんかアダムとイブみたい。まがまがしいリンゴやな。花、なんか謎解きっぽいな。絵の具が足りません。つまり絵の具を全部集めてからこれをしてねってことやんな。これ片付けてくれやん誰か。気になるわ。この2箇所だけでできること？リンゴと花があった。ほんとや。しかもさ、右上にさ、使った色が書かれてるんや。だから足りない絵の具はここの絵の具が足りてないよっていうパレットに対して、この手紙が使いたかったらこの色が必要だよってなってるんや。へえ。で、瞳、通常、あ、閉じる、目隠し。目隠しにナイフとかもできるってこと。レッド、ブルー、ゴールド。唇、ピンク、レッド。笑顔、絶対ピンク、レッドはなし。仮面、乱行パーティーが始まるぞ。何これ、鼻涙ってキモ。仮面はいらんぜよ。もう変態やもんな、ただの。これただの変態ですやん。乳首はねえんか。エロすぎるよ。他でもな、調べれる場所がまだわかんねえよな。あの人乳首描かれてねえし、俺が素敵な乳首を描いてあげよう。そうだ、最初にこの絵を完成させてくれって言われて、そうやって投げ出されたんやった。じゃあ完成させるための なんか絵が必要なんやな。何か謎があるはず。乳首は何色が好き？ピンクとかオレンジとか。どう？あられもない俺の話聞いてくれてありがとう。インコのワードが怪しいよって。これな、黄色い花、紫のリンゴ。そんなもんねえぞ。電話はかけた。藤原のりか。じゃあどうすればいいんだ？絵でそうやって描いてねって意味か。色を使ってかもな。リンゴの色あったよな。鳥は殺しても絵の具になんねえな。リンゴと花をやるってどうすればやれるんだろう。破片も一個しか見つかってないし。
ここさ、でも色を変えれるわけじゃねえのよ、緑と赤使ってて。花黄色って言ってたけどさ、ないよな、黄色は。この三原色で表せるらしい。赤なら作れるよ。なんだ、作った。書きすぎじゃない？俺これ今書いてんの。すべての絵の具が集まってません。このまま進みますか。はい。エンディング迎えた。なんていいゲームやったんや。素晴らしいゲームでした。感動なしではちょっと語れない。なんか歌わぬ人形、未完成の作品、画家の名前も知られていない、しかし歪で不安定な雰囲気が人を引きつけ隠れた名画とされている。何これ、絵の評価してもらうの。未完成とは惜しいことです。とにかく額縁を探しましょう。あ、こいつってさ、最初に俺のこと殺したやつやん。額縁を探す、自分で選べんの。へえ、これでクリアか。完成すればどんなに美しかったでしょうか。待て待て、どっからこれ。あれ、手に入ってんな。どうすりゃいいんだ。ここにさ、絵の具でさ、ビリジアン、スマルトブルー、これ使えないんよな。変な取って何って、これリンゴをやり直す、しっぽ、これな、金属片、これを持って、これを装備して、いや装備できないな。リンゴの色変えれたよって、リンゴの色紫やで。変更できた？アイテムってどれどれどれ？アイテムの、あ、これ、あ、この取っ手を使って、何かをあげれるってことか。取っ手がないと開けれやんもの。取っ手があれば開けれるもんってなんだ？今金属片装備してる。別のアイテムと組み合わせるんじゃない？そんな気配あるよな。わかんねえな。ヒントくれ。これ開けたもんな。ここの絵の具を探した時点で結構あれやったもんな。細かいとこにあんのよ実は。何もわかんないで待って、まあまあまあ。なんかリンゴ書いて OK って押したらエンディング始まっちゃったからさ、多分違うと思うんよな。紫のリンゴ書いてみるか。ちなみに紫のリンゴってどうやって書くの？これ？絵の具が足りないって。こういうことか、パープルリンゴが作れるよっていう。絵の具が足りやんもん。赤と緑混ぜれないの？それはね、できないっぽい。花も、でも結局決定が押せねえからな。花は色がそもそもねえな。ちょっとヒントいただけませんか、よかったら。人の顔でも合成しとくか。電話番号の暗号が逆だったのが気になる。電話番号の暗号？これ？暗号が逆？こっちの順番通りに書けるとって話？関
けないと思うけど。1,2,3,4,5,6。攻略見るかって。だから俺が見たらさ、俺が攻略見たって言われるから、お前らが見てそれとなく教えてくれるのが一番いいんだけど。6のところ?あ、ほんとや。6の番号が逆だこれ。9ってこと?まさか。6番逆だこれ。じゃあ、9,4,4,3,1ってこと?まあ、賢いな。びっくりや。関係ないみたい。めっちゃありそうなのに。6って反対にしたら9だよな。5も逆じゃね。5ってそもそも書いてねえわ。3は3だし、4も4だし、あ、くしゃみ出そう。うん、何かの1枚の絵に見えないか。1だって反対にしたら1だよって。5桁のものを探そう。ちょ、一回トイレ一応行こうかな。まだ早い?ザ・ゴースト・ペインターは幽霊の画家となってアトリエを探索するポイント&クリック形式のアドベンチャーゲームです。アトリエや絵の中で絵の具を集め、集めた絵の具を使って画家の遺作を完成させてあげてください。ふんふんふん。特設サイトがありますって。ここの特設サイトにヒントがあるらしいけど、これを見るのはちょっと早いでまだやめとこうかって話か。なるほど。ヒント、謎解きに詰まった方や深く遊びたい方へのヒントです。え、全然ヒントねえやん。ここ電話のとこで画面止めて。電話番号。いや俺ゲームがな、この先が気になってんねん。俺らで探そうよって。ノートの金庫の数字順。ノートの金庫の数字順。そう、これで書けたのよ。で、アマゾンから届いて青い絵の具をもらったまではいいんやけど、ビリジオンや。ビリジオンはもらったんやけど、で、この6が逆になってるよねって話で止まってる。で、このまんま順番に入力すると64431って暗号なんやけど、これを9にしたけど何もなかったってとこ。下の金庫のことだよって。ああ、この4桁の数字か。水色を足し算にして金庫に数字を入れてみて。え、何それ、どういうこと。6431。あ、それはでも6431とかは違わん。
さすがに4、2つだし。6431ではない。9でもない。9431も違う。6431も違う。足すってどういうことだ？ 6 逆にしたけど。はあ。正解は絶対ある。ゲームってのはクリアされるためにあるもんだ。8だろって、なんで8なの？理由が知りたい。9831、それはなんでそう思うの？ちなみに。あー、なるほど。ここを足し算しろってことか。で、6が逆だから、9831でやってみろってこと？そんなことある？だとしたらむずすぎやん。違うわ。さすがに違うか。6831も違う。それでもちょっと腑に落ちやんから嫌だよな。ハイフンがマイナスなんだよ。ハイフン。あ、644。いやでもマイナスしても3桁じゃん。644から31を引いた場合っていうのは613。ポスターの謎は？だってポスターってジュライ21、6、1969、アポロ11月、え、ジュライ、20世紀の1969年、ジュライっていうのは7月だよな。6月やっけ。ジュライは7月11日。0631とかじゃなくない？720196911。手紙を見よう。手紙ってどれだ？手紙ってなんだ？手紙。え？テルが1個多い？ほんまや！え？ 773 とかじゃない？これ。テルじゃん。7731だと思う。だったら逆さにして、全然気づかんだ。7731、違います。違うか。1377は？まあ、違うやろな、1377は。だとしたら難しすぎたら、攻略サイト見やな、無理やろって。なんて書いてあるこれ、ま、あ、でもさ、LL3 みたいな感じに書いてない？これ、テルって。テルって続いてこれ？グレイテルの誕生日の6月8日は絶対違うと思う。もう一回電話かけてみる？電話かかったぞ。誰も来てねえ。むずすぎんな。交差する点の数は 1,2,3 みたいな、こういうやつ。むずくね。
んじゃないと思うけど。0613やってみて。何0613って。僕の誕生日なのとか言うたらぶっ飛ばすぞ。なんで0613なの？いや違うみたい。さっきの引き算か。ああそうかそうか。部屋の色が水色なのがおかしいよって。でも水色だからって何もねえしな。あのラジオもヒントやった可能性あんのこれ。ただの BGM っぽいよな。他なんもねえし。リンゴと花が先かどうか。でもエンディングになっちゃうから先やったら教えてほしい。それが先だとで、これ最後にやらないとエンディングいっちゃうし。リンゴと花はだって色が足りないってなっちゃったから。先なの正解は。え、それを先にやってどうすんの。紫でやったとして、これで決定すると内容破棄しますってなるよ。これをやって俺どうやって進むか分かんねえんだ。さっきこれでエンディング見ちゃったから。完成はさせないんだよって。これで完成じゃなくてバック。あ、できた。で、鳥に話しかけるとか？あ、あ、テーブルに置いてある！テーブルに置かれていたリンゴ、華やかな香りがする。あ、これが現実世界にやってくんの？名前も思い出せない青い花、昔森の近くで見かけた気がする。ちょ、これを、お食べ？バーミリオン、朱色、あ、こうやって物語進めてけってことなんか。フレンチバーミリオンとも呼ばれている。これ難しすぎやろ。アイボリーブラック、赤みがかった黒色の絵の具、動物の骨から作られている。ってことはさ、壺を作るとこれが作れる、つけれるんじゃね？描いたイラストで。あったよな、壺を。壺を置くみたいな。これだ。ボタニカル、クラシカル、これどっちがいいんやろ。こうして、絵の具が足りません。あ、絵の具が足りないのか。水がめでボタニカルにして決定すると、足りないって絵の具。じゃあ別にこれ置いといていいか。あ、ヘビ置けた。これで戻って、ヘビだ。は？鳥？鳥？鳥ってあったっけ？ナイフとかさ、本とかさ、あったよな。鳥かごの鳥でしょって、あれ食べればいいの？え、あれもう取れるってこと？ナイフあったよな。え、な、完成するとさ、女が最後にこのソファーに座ってるんじゃねえの？は？ナイフは食われちゃった。
絵の具足りてないんか。シルバーが足りないってよ。これさ、蛇消したらどうなんの。いるー。あれじゃあもうしょうがないね。手紙は？あ、手紙書けた。手紙。親愛なる画家へ、いつ出会うかは問題ではありません。時を同じくすることが最も大切なのです。幾度も時を同じくできる私たちのなんと幸せなことでしょう。何言ってんだこいつ。時計？あ、時間だ。時計あったな。空気感って何これ？水中もあるよ。絵の具が足りません。今おっぱい揉まれてたよな。出会った時に可愛い感じにしとこう。逆に怖い。こんなクリリンみたいな女。吸血鬼みたい。口は口。仮面つけてこうやって。いや仮面いらない。父でけえ女やで。ピアス、タッセル、スクエア、ブルーレッド、ロザリオ。うわエッチすぎるよ。つけとこ。へそぴがいい？イエローがねえから。ってことはよ。ナイフはダメやったんやんな。本は？あ、本置けた。ある。あ、ロザリオもある。ソファーに置かれていたロザリオ。触るとヒヤリと冷たい。本、無題の古い本。鍵がかかっていて開かない。振ってみるとカタカタと音がする。使用できるアイテムがありません。え？ロザリオが鍵なんじゃないの？ってちょっと待ってな。あ、ほんとや、棚に十字架がある。これ。は？カドミウムイエロー。有毒のため毒性がある。これで開いたいんや。じゃ、この本の鍵は？お花が描けるし、壺もいける。パープルもいける。水がめもいけるってこと？鳥は食われちゃったけど、これだ。あ、あ、なんか11の座薬が Y プラス M 引く D イコールハテナハテナハテナ。何言ってんだ？これ、ここの番号っぽいよな、4桁の。イヤー、マンス、デイヤ。
だから、OK? ここのイヤーが1969足すデイヤで11。引くデイ？あ、間違えた、俺電卓。オッケー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 。1969足す7ってこと？ 7 引くデイは11。ん？アポロは11号？どういうこと？ジュライっては7月な、20数ってのは20世紀って、20世紀って意味やんな。20日って意味か。そうだっけ？じゃあ11は関係ないんだ。7月20日なんだ。じゃあ1969足す万はデイが日やから足す7引く20ってことか。19656ってことか。19イクゴロウさんってこと？あ、ゴールド、金色の絵の具、キラキラと輝いている。こいつはナイフを望んでたな。もう絵の具ほぼほぼ手に入ったぞ。絵の具は足りないんだ。これ壺のさ、カラー変えてもいい？一回分かっちゃえばこうなるよ。時計まで置いてない。時計どこ行った？これか。12時35分。なんだろうこれ。とりあえず時計が来た。な、俺さ、壺をさ、別のやつ置きたいんやけど。水亀ボタニカル。あ、これは絵の具が足りなくてダメなんや。おい、じゃあ手紙を読めよ。手紙？親愛なる画家へ。いつ出会うかは問題ではありません。時を同じくすることが最も大切なのです。え、リアルタイムにしろってこと？いや、縦読みではないけど、時を同じように、時を同じ時間を一緒にしろってことや。つまり、おい、じゃあ壺に取っ手をつけないか。これか。え、でも壺ってさ、もう2時45分なの？ 54 分か。うん、ポンポンしちゃうな。いいリズムだねって。ナイフ。他にさ、もっとさあるでしょ。
書かなきゃいけないものがロザリオだって書けたんだ。唇は笑顔であってほしい。で、ピンクで決定。チョーカーとかもやってみる。裸やん、この女。チョーカーは出てこないわ。ちゃんと条件があったやな。ネックレス。チョーカーってあれ首輪やろ？買われてるみたいやん。時間は時計を書いた日じゃない。あ、そういうことか。つまり時計で12時35分の時計やった場合は12時35分に合わせろってことか。だから、シルバー、銀色の絵の具に、これさ、ナイフじゃねえの。あ、全部、いえ、一個だけ揃ってねえか。ちょっと待って、女のネックレスにしたい。ロザリオが良かった、俺は。イエローでいい。で、もう一個の時計は？時計は、11時25分も置いてみる？絵の具が足りませんって、それは。ナイフは？あ！ナイフ置いてある。ナイフ、切れ味のいい果物ナイフ、台所に置いていたはずのものだ。これでどうなんの？ヘビに渡すと、あ、なんか倒した。ヘビの腹を裂いて手に入れた金属片、鳥のヘビの頭のようにも見える。なんか倒しちゃった。 RPG の世界みたいになっちゃった。ほんとや、ヘビの頭にも見える。ってことはこれがくっつくんか。あ、金属片、ウロボロスや。金属片を組み合わせて作ったリング、ヘビが祀られている。こんなリング使う場所あったか。そんなとこあったかな。ナイフ持たないでほしい、できれば。取り上げよう。服か、あとは。あ、わかった、俺。本って使ってなくない？ダーク。ん？無題の古い本。鍵がかかっていて開かない。振ってみるとカタカタ音がする。金属片を使う。ウルトラマリンブルー、ほんの少し紫がかった鮮やかな青色、ラペスラズリから作られているとても高価な絵の具だ。ラピスラズリいいじゃん。あれ、あ、これヘビの死体か。え、これで一回完成させてみようか。何なのこれは。なんかにやりとしてる。タストが、あのボーカル変わったんですけど、アドちゃんは、アドちゃんどこ行った？
素晴らしい絵が完成しましたね。ふさわしい額縁を探しましょう。なんこれ、画家の死後に描かれたと言われる絵画。描かれた手は迫り来る死を象徴していると言われている。希望と絶望をないまぜにしたこの絵画は、その意味を読み解こうとする多くの批評家たちを躍起にさせる存在だ。え、なんかギャラリーに預けちゃった。なんかこういっぱい飾れんの、芸術性高いな。待て、ってことは、時計で11時25分。ん？あ？この時計いじれねえぞ。あ？おしゃれな時計やけど。これでより良い絵を完成させろってこと？じゃあ、ライト。ちょ、おしゃれもするか？服は服。こいつ服ってねえの？え、よくないこの女。え、なんかいい天使だ。これで完成させると違うエンディングが見れるのか。型出すぎじゃないって、モナリザぐらいで出てる。完成。見たこれ。これ見た俺。え、なんか、え、他の要素は？これ見た。作るものによってタイトルが変わるみたい。30種類あるタイトルのうちの5つは特別らしいよ。へえ。眠らぬ望み。画家の死後に描かれたと言われる絵画。描かれた光は許しを象徴していると言われる。明るく美しいこの絵画はたびたび展覧会に出展され、現在も大衆の支持を広く広める存在だ。いつもヘビいるね。完璧ですね。女は出てこないんか。え、女出てくるエンディングないの？発想おもろいけど、同じような絵だねって。机の上汚いよな。すっきりさせて。5つのタイトルのやつ、ちょ、教えてよ、組み合わせ。やっぱ肌、マーメイドや、タイトルは。一回好みに全振りしてくれ、いいんですか？ごめん、さっきの女ほぼ好みやったわ。リボンとかつけて、あとは、待て、服は、ちょ、顔がよ、目がよ、唇じゃない目、通常目、閉じる通常目、ブラウンかな。うん、で裸で、本は。本なしで、
ナイフとか持ってんね。これ見た。なあ、エンディングのさ、あれ教えてよ。沈みゆく悪意、画家の死後に描かれたと言われる絵画、描かれたナイフは画家が刺殺されたことの示唆だと言われている。希望と絶望をない混ぜにしたこの絵画はその意味を読み解こうとする多くの批評家たちを躍起にさせた。それしかないよ。似たような絵ばっかになっちゃうね。タイトルはわかるけどやり方わかんないや。アトリエのモナリゼ、モナリザ、学園追放、レディジェーンの復讐、イレールの思い出、赤い目のラ・グリュっていうタイトルの絵画が手に入るんや、ちゃんとやれば。あ、そうか、色が一個足りない状態になってんの俺。え、全部あるでしょ。これ何？プロモードでやるとひょっとしてさ、全部のイラスト。え、プロモードって要は、全部できる状態からできるってこと？じゃあみんなゲーム実況見た人も安心やね。自分でこうやって探しててできるから。紫のリンゴ試そうよって、これか。こういう着せ替えゲームやったわけや。なんかありそうやん、こういうの。へー、これ狐の嫁入りって感じで絵描くだけじゃん。リンゴの意味が分かってない。まあ考察すりゃまだまだ謎がいっぱいあるんやろうけど、ザ・ゴーストライターでしたけど、皆さんいかがだったでしょうか。え、結構面白い発想のゲームやったけどな、マジで。え、やり込みはなんかめんどくさそうなんでいいです。ははははは、鳥にあげろってか。リンゴを鳥にあげろ。あ、それだけちょっとやっていこう。鳥にリンゴ、ここで紫のリンゴを置いて。でも、あげたよな。紫のリンゴ。あれ？黄色い花ってないぞ。食われただけだった。お食べ？色は関係ないみたい。ちゃんと食わせたらこんな感じって。まあひょっとしたらまだまだ知らない要素があるんかもしれんけど、最後に僕はこの銅像を破壊して終わります。ありがとうございました。バーン。最初からになってるしな。お疲れ様でした。またねー。